参議院選挙で令和新選組から重い身体障害がある2人が初当選したことを受け与野党は25日参議院の議員運営委員会理事会で本会議場で必要な改修工事を行うことで合意しました。参議院のの正面玄関に車椅子用のスロープを設置するなど 改修は8月1日日の臨時国会開会開まででに終える予定ですで採決については、参議院が採用している押しボタンは解除者が押し、政府・議長選出などの記名投票も解除者が記入することになります。